皆さんこんにちは。夢を叶える保険でおなじみの株式会社成功内田達夫です。保険を通じて多くの方に夢を叶えていただきたいと、成功していただきたいというようなことで情報発信もさせていただいておりますが、本日は弊社クライアントでもあられます、大阪は堺筋本町の、深トレさんにお邪魔をいたしまして、代表の西田さんに直接カーストレーニングを教えていただきました。我々は保険を通じてお客様のリスクマネジメントをさせていただいておりますけれども、経営者にとっての最大のリスクは一体何かと考えた場合に、やはり夢や希望を失うこと、そのエネルギーを失うこと、健康を失ってしまうこと、元気がなくなってしまうこと、これが最大のリスクだと思うんですよね。ですので日々、事前対応で、自分自身に負荷を与えて、そしてトレーニングを、続けて、自分の中のエネルギーや元気、というのは夢や希望がマックスになってですね、常に、24時間365日、ご機嫌に夢を語り続けることができるという状態を維持していくことが最大のリスクマネジメントになると、いうことだと思うんですよね。ご機嫌に夢を語るというのは経営者にとっての、主要業務、一番大切な、お仕事であるというふうに、言うわけなんですけれども、本当に元気がなくなってしまったり、悩んだり落ち込んだりへこんだり、してしまうと、また夢や希望を見失ってしまうと、それができなくなってしまうわけで、それにはですね、やはり日頃からこの体力をベストコンディションを維持しておくことが主要業務であると言えるわけですね。世界中をダイエットにするダイエットにするダイエットするあダイエットする、うん、OK ダイエットするってどういう意味ですか？向かってるが目指すダイエットはね、心身ともに活力に満ちた理想の体の状態、心身ともに活力に満ちた理想の状態、理想の体の状態を作ることをダイエットするっていうわけですね。だからただ単にこう痩せるんじゃなくて、理想の体作り、理想の体作り、心身ともに元気ですね。ああ心身ともに元気になりますよね、本当に、はい。おうわギリギリですか、ギリギリですね。はい、では、はい、はい、はい、どうしましょう。はい、これを持ってもらって縛られてるだけでしょ、はい、これ、はい、肘を上げていきます。はい、1、肘を前に持ってこないで、2、前に持ってこない、はい、こうです。3、4、5、6、7、8、9、10、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、OK、ユーストリームも配信しましょうか。ユーストリーム生中継、生中継しましょうか。これ終わってからしましょう。あーもういきます。はい、10回目、マジで、はい、マジです。はい、1、2、元気出せよ。3、4、5、6、7、いける。8、きた。9、あ、まだいきますね。いやー、10、はい、OK。 16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、
29、30、1、2、3、4、5、6、7、1、あと3回、8、9、もう一度、人生、難があるけどありがたい人生、ありがたいというのは難があるって書くわけですけれども、自ら混んで、自ら進んでその難を選んで楽しむ、難を選んで楽をする、千難楽という言葉がありますが、負荷を与え続けると、成長します。定期的に負荷を与えると成長します。成長するから、成功するわけですね。本当にね、自分から、進んでトレーニングをしていくと、日々、鍛え続けるということはどれほど大切かということを、この負荷トレでは教えていただきました。お疲れ様でした。この瞬間ね、今日もありがとうございました。ありがとうございました。まあ、追い込んでいただいたわけですけれども、もう朝起きた時はね、ああ今日かもうもしかしたら今日休みちゃうか、ようやく入ってるなみたいなまあまあ、ここはもう力抜いてクラゲになって身を任せるしかないと。あのね、抵抗してもあかんのさ。あの、抵抗してしまいますけど、いやちょっとやりすぎやからサボっとこうかなとか、仕事忙しいから休んどこうかなとか、ああこんな緊急事態発生してるし今感づいてる場合ちゃうなとか、頭なんかいっぱいもう渦巻くんですけど、それでもここに来るということが、まあどれだけエクスタシーかと。あの、某が恍惚、まあ全てを忘れてね、爽快感、なんて言うんでしょうこれね、やっぱり人間なぜ悩む、なぜ苦しむ、まあこの体さえも天から借りているというのに、もう体が動くということに対する感謝の気持ち、今日も生きていると、こうやって生活ができているということに対する、感謝の気持ちをね忘れてしまうわけですよ。そうすると満たされてないところに目を向けて、ついつい、元気がなくなっていったり、エネルギーがなくなったりするんですけれども、やっぱりねこの体のね、動くということの生きる喜びを感じたいと思ったら、自分に負荷を与えて、そして鍛えてエネルギーを充満させる、まあ筋トレが全てではないが、筋トレを失えば全てを失うという、本当にそうですよ。人はね、やっぱり人生においていろいろと自分で負荷を与えて乗り越えていく中に、その成長や成功、
達成感や充実感、強いてはエネルギーがみなぎる、その大元があるように思うんですよね。でも何もしなくても、うん、いろいろ起こるじゃないですか。何をしなくても起こりますよ、ね、はい、自分で負荷与えなくても、病気になったり事故になったり、ね、ええ、なんか人から言われたり裏切られたり、うん、裏切ってもうたり、うん、ああみたいな、心折れたり、体なまったり、ね、ええ、先にやっていくっていうのがいいですね。トレーニングっていうのは自ら先に負荷を与えて、それを乗り越えて強くなっておくということですから、まあまあ何もしなくてもいろんなこと起きましてね、そのいろんなことを乗り越えているうちに人間成長していくんですけど、まあ何か起きてうわーとか、えマジで思って、ね、苦しむよりも自ら行くぞと、今日も負荷を与えるぞという前向きなね、主体的なトレーニングをね繰り広げていった方がいいんじゃないかなと思うわけですよ。ですね、うん、まあこの加圧トレーニングと出会って人生変わりましたね。